番組企画で結婚生活を送ることになった島崎遥のサプライズプレゼントに夫の佐野岳が嬉し涙を流すシーンがあった。動画。パルル、佐野岳がついにお別れ、号泣でハグ、36分ごろ。8月5日、金曜日夜11時より、アベマのオリジナル恋愛番組、私たち結婚しました3の最終話となるシャープ10が放送された。この番組は韓国で2009年から9年間レギュラー放送された国民的大ヒット番組、私たち結婚しましたを日本版にリメイクした結婚モキュメンタリー番組。佐野岳と島崎遥、中田圭介と川島海荷という芸能人ペア2組の結婚生活に密着し、理想の夫婦関係を追い求めていく様子を映し出していく。また、本番組で結婚生活を送る夫婦には、人気漫画家、東村明子が監修した、仲を深めるためのミッションが課される。スタジオで MC を務めるのは、千鳥のノブと俳優の三浦翔平。またシーズンレギュラーゲストとして高橋みなみが登場した。新婚旅行で北海道を訪れた二人、旅先で島崎が作ったグラスでお酒を飲むため、二人は、地酒や地ビールを楽しめる石川酒造にやってきた。バル、島崎がグラスにビールをついであげ、二人は乾杯。佐野はビールを一気に飲むと、最高っすわと笑顔を見せ、島崎もその笑顔を見て、おお、よかった、と喜んだ。ビールを飲み干し、そろそろ帰ろうとした時、島崎から急に、私からプレゼント、の一言とともに紙袋が渡された。え、何?全く予想つかない、とびっくり顔の佐野。佐野がプレゼントを開くと、その中には絵の具が入っていた。この日は、佐野の個展を訪れた島崎。実は、個展に向かう前に、絵の具を手作りしていたのだ。佐野は、めちゃくちゃ好きな色ばっかりなんだけど、と喜び、島崎も、ほんと。私が好きな色だよ、と二人ともが好きな色が同じだと判明した。佐野は、嬉しい、かわいい、と喜び、島崎は、これね、一緒に行きたかったの。すっごい楽しかった。もうね、ばーって色が並んでて、と、楽しかった時間を共有したかったと伝えた。佐野はその言葉に思わず目に涙を浮かべ、ありがとう。これで絵を描くわ、と述べ、こんな思いになるんだ、と何かが込み上げてきた様子。島崎は、次の個展とかで見れたら嬉しい、と笑った。私たち結婚しましたさん、シャープ1から3まで無料配信中。また最新話もアベマで無料配信中。